ジャーマンタウンはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。ホイットビーアイランド級ドック型揚陸艦の2番艦。艦名は現在ペンシルベニア州フィラデルフィアの一部となっているジャーマンタウンで行われたジャーマンタウンの戦いにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。ジャーマンタウンはホイットビーアイランド級で太平洋に配備された最初の艦である。 ホイットビーアイランド級は、クック -1 級へアクション型揚陸艇を4隻搭載していることにより、アメリカ海軍の揚陸艦の中でも最大級の揚陸能力を保有する。ジャーマンタウンの建造は1982年3月26日に発注され、4年後の1986年2月8日に収益。九百九十年の湾岸戦争では、ジャーマンタウンは、 砂漠の縦作戦及び砂漠の嵐作戦に参加した。航空攻撃後の揚陸船に備え、艦はアラブ首長国連邦での揚陸演習に参加した。2002年8月16日にジャーマンタウンはハーパーズフェリーとその任務を交代した。ジャーマンタウンは長崎県佐世保からカリフォルニア州サンディエゴに寄港し、二千五百万ドルをかけてオーバーホールを行った。 翌年ジャーマンタウンは第1遠征攻撃グループの一部としてペルシャ湾に展開した。ジャーマンタウンは第13海兵隊遠征部隊の一部としてイラクの自由作戦を支援した。2006年2月、普及の自由作戦に参加するためペルシャ湾に展開、第11海兵隊遠征部隊をクウェートに輸送した。ペルシャ湾北部で火災を起こした。 クワ・アルアマヤ石油ターミナルの消火作業を支援し、イラク海域に入る選定の臨検を行った。ジャーマンタウンはペルシャ湾でプレゼンス作戦20時し、2006年8月にサンディエゴに帰還した。2007年11月5日、普及の自由作戦支援のため、ペルシャ湾に向けて出港、屋外演習を行う第11海兵隊遠征部隊をクウェートに輸送した。 その後海上治安活動のため、ペルシャ湾に展開、イラン・イラク国境海域のシャットアル・アラブ水路で、石油施設の防衛任務に従事した。母校のサンディエゴには2008年6月3日に帰還、同年冬にはオーバーホールが行われた。2011年1月、ジャーマンタウンは再び、ハーパーズ・フェリーとスワップを行い、サセボ母校とする。 そして直ちにエセックス揚陸速応グループに加わり、タイで行われた演習、コブラゴールド2011に参加した。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴う日本政府の要請を受け、救援活動に派遣された。2021年9月15日、前方展開の任務を終え、サンディエゴ海軍基地へ向け出港した。 アセス・ジャーマンタウン・コンプレッツ・ォワード・デプロイメント・ツー・ジャパン・セールズ・フォー・サンディエゴ・ US ・ネイビー・2021年9月17日閲覧ありがとうございます。